ちゃ。こんにちは。元気ないな。こんちゃ。肉食わな。タツさ、昭和の三冠王ピッチャー部門で最後のね。最後のらしいんですよね。最後の。YouTube で初めて知りました。なんだよそれ。自分のちゃんと調べてきなさいよ。俺だって調べてきたんだから。いや YouTube 見てたらね、昭和最後の三冠投手って。三冠投手だ、びっくりしましたね。で最高が17勝です ね, ね、20勝の壁ってやっぱあった。そうです、ね、それはチームのやつがもうちょっと打てよっていうような感じだった。いや結構打ってくれましたからね。あの頃は長球場でしたから、いや打ったよね。ホームランバットも打っていたしね、守備が下手でも打てれば使ってもらいましたからね、あの頃は、今の考えで投げさせてもらったら2勝できますね。もうその時は勢いだけでしかなかった、勢いだけしかなかったですから。じゃあ、この野手をバックに守ってくれてたら、宇野とかやっぱりエラーしたろ。いや、あの大事なところで。いやいや、宇野さんはね、このイメージあるから、みんな下手だっていうイメージなんですよね。あの人、守備うまいですよ。まあいいです、ファンプレするんですよ。ああそれから簡単なやつはエラーするから、そうなんだよ。だからそうなんだよ、あいつね、俺もそう思うんだけど、下手じゃないの、下手じゃないけど本当にイージーなのをやるから。そうなんですよね、トンネルとかね、いやそこでじゃあ17勝しかできなかった、しかって言ったらまあ失礼だけど、20勝するために、この人たちに守ってほしかった、ね、まあピッチャー小松幸男、キャッチャー誰？キャッチャーあの頃は中尾さんと中村ですね。だから、なんだよ、自分の理想とするキャッチャー、現代でもいい。やっぱ中尾さんでしょ、やっぱり。やっぱ中尾さんがいい。中尾さんはそれなんで？中尾さんはね、大胆なリードするんですよ。中村は無難なリードするんですよ。いや、それは星野さんに殴られるからでしょ。殴られるから、無難な外中心のリードなんですよね。なるほどね。じゃあ中尾さん、キャッチャーはね。キャッチャーの概念を変えたら中尾さんでしょ。まあ、中尾さんはやっぱフットワーク良かったし、打てたしね、今でもキャッチャーと走れたし、足も速いし、そう、いや、運動神経、身体能力がものすごく抜群に高い人だったよ。ただ、怪我が多いんですよ。まあ、そうだよ、一緒じゃない、一緒なんですけど、あの人は好き嫌いがすごいんですよ。食べ物の、変色なんですよ。そう、いや、それで、そしたらファースト。中日だけじゃなくていいんだよ。ああ、中日だけ。他の球団でもいいんだよ。全然いい、そんな。だからキャッチャー変える？キャッチャーは中尾さんでいいですよ。いい？いいです。本当だね。本当？古田とかもいるよ。いや、中尾さんでいいです。中尾さんで。はい。ファースト。ファーストですか。ファーストはバースですね。ああ、バースね。打ってくれるよな。もちろんバース。ああ、なるほどね。これはやっぱ文句なしだよね。文句なし。落合さんじゃないんだ。バースですね。バースね。セカンド。セカンドすか。セカンドは篠塚さんですね。おお、俺じゃない。なんか忖度の男って聞いてたけどね。まあまあ篠塚さんでいいや。それはなんでなの。篠塚によく打たれたんですよ。ああ、そうか。まあ守備もうまいしね。もうひどい時5割くらい打たれたことありましたから。その腰が悪いよ。イメージがすごい強いんですよ。本当？なるほど。その次高木さんです。まあ俺控えでね守備固めにもなんないよね篠塚さんがいたらダイソーぐらいしかないよな。はい、サードですか。サードは原さんですね、やっぱり。ああ、それはなんだよ。原さんにね、第1号ホームラン当てるって言うんですよ。あ、ライトスタンド。そうなんですよ、後楽園で。ああそうだよ、あのイメージ強いですね。ああそう、そのシーンってよく出てきたよな。もうしょっちゅう今でも出ますからね。そうだな、あの時まだスピードが自信ある頃なんですよね。で、あれまっすぐ打たれたの？まっすぐなんですよ。それまでキャッチャー中尾さんだったんですけども、カーブでストライクで、カーブでストライクで入って高めのまっすぐで投げて、それまで打たれたことなかったんですよ、一回も。ほとんど三振かホップライなんですよ。原さんもそのパターンでいって、で3球目まっすぐ高め投げたんですよ。自分の頭の中ではもう三振だと投げてるわけですよ。それを打たれちゃったんですよ。原はね、俺と同級生なんだけど、速い球強かったよ。手のさばきが速かった。ショートは誰に言ってましたかね。宇野じゃないだろ。宇野も同級生なの。宇野さん、そうですね。宇野さんでいきましょうか。
いいの大事なところでやっちゃったのは小野さんはね、結構自分投げてる時に、ね、打ってくれた方があるんですよ。すごく打ってくれた、まあ、そういう相性はあるよ ね、よく打ってくれましたからね。でも宇野のやっぱこう破壊力っていうのはあったからね、ハマった時はね、ハマった時はねって、条件付きだけどな。ああそう、まあ外野手3人でいい、外野手ってあんまり頭にないでしょ、まあ、山本浩二さんですね。お山本浩二さんな、打順組み方難しいぞ、みんなプライドがあるから、お8番だって言われたら俺出ねえよって言うやつ多いよ。あまあでも山本浩二さんね、山本浩二さんですね。 あとは若松さんです、若松さんもよく打たれましたね。若松さんと対戦してるっていうのが古さ感じるよね、王さんともやってますからね。王さんじゃないんだ、ファーストやっぱファーストでしょ。なるほどね、王さんとは3年しかやってないから、まあ、イメージ的に、まあ、晩年だしね、なるほど、若松さん、はい、山本浩二さん、まあ、いっぱいいるんですけどね、こうやって言われるといや、いっぱいいるよ、出てきませんよね。パチョレックって言ったでしょ。パチョレック、パチョレック、パチョレック外野もやった、あのイメージが強いんですよ。あパチョレックね、太陽のイメージが強いのか阪神のイメージ。太陽っすよ。あやっぱ太陽なんだ。その時太陽が開幕戦だったんですよ。自分開幕投手ですよ。太陽戦のミーティングやったんですよ、前の日に。で、スコアラーが、こんなひどい外国人見たことないと、何投げても打たれないって言ったんですよ。おそう、オム戦でね、全く打ってなかったんですよ。それで自分、カーブを投げたんですよ。で、ホームラン打たれたんですよ、開幕戦で。それはどこでやったの？南海球場ですよ。開幕戦でホームラン打たれたんですよ。それ、雨の日じゃないよな。ちょっと雨降ったかも分かんないですけどね、ホームラン打たれて負けたんですよ。でシーズン終わったら首位打者ですからね。あの年、そうです、あの時、あの時の首位打者パチョレックで2位は誰か知ってる？タンさんですか？そう。そう、起点がいいね。1位、2位が太陽だった。そうそうそう、でもチームは良かったけどな、そのメンバーだったら20勝できた。30勝できますよ。やっぱそうかな、やっぱ打つけど走れないぞ、誰も。誰も掛布さんもいましたね。加計さんもいるよ。加計さんサードでね。加計さんがよかったから。いや、そう、変えるの OK だ、まあ、ですけどね。キングナスさんもいたからね。まあでも原さんのイメージ強いんですよね。やっぱりピッチャーって打たれたイメージっていうのは強い。そうですね。プロ入ってでもびっくりしたのは加計さんのスイングでしたね。ああ、そう。マウンドで投げて。もう日本がまだ一番早い時ですからね。思いっきり投げて。加計さんも思いっきり振るんですけど。そのスイングの速さがマウンドまで聞こえてきそうな感じでした、ね。ああそう、俺あの明夫さんがねスタジアムでホームラン打たれたら、もう金属音がして、鼓膜が破れたかって思うぐらいの音で飛んでったよ。だからそれは、いや、やっぱすごいよね。すごかったしな。だからじゃあもう宇野やめて明夫さんショートでもいいじゃん、別に。だって打ってくれるんだったら守りなんかまあ少々いいでしょ。まあそうですね、大事なとこ三振取ればいいんだから。どうしましょうか。いや本当に、どうする。じゃあ加計さんショートでいきましょうか。まあ原をショートに持っていってもいいし、原さんはセカンドでもいいよ。あそうそうそう、で篠塚さんもショートでもいいし、なんか俺の名前が出てこないっていうのが寂しかったから、俺控えだから、ね、控えで、控えでね。代打でも出にくいよな。どこに出て代打で出ていくんだっていうような代走だよな、で抑えであるんですよ、自分が完投できなかったとしたら。抑えですか。それはやっぱり誰が信頼度が高い。やっぱ岩瀬でしょ。ああやっぱそうか、名古屋寄りだな。やっぱ400セーブっすよ。俺のイメージは佐々木なんだよね。岩瀬はちょっと打たれたっていうイメージがある、佐々木は全く打たれなかったっていうイメージが強いから、でも岩瀬はすごいって言うよね。日本シリーズで最後帰られたじゃないですか、病が。あの時の9回行った時のあのプレッシャーってのはもうすごいと思うんですよ。やっぱピッチャーそう、完全試合やってると抑え行くんですよ。まあまあそうだよな、綺麗に3人で抑えましたからね。あの時のプレッシャーっていうのはねもう考えられないと思うんですね。やっぱり自分が行けって言われてもゾッとするような場面だった、先発やってたらもう変わりませんけどね普通、まあね、でもいろんなねこの豆の状況があったし、いろんなことがあって変わったんだろうけどさ。でもまあじゃあおさらいするよ。キャッチャー中尾さんでいいんだね、もういいね、バース、篠塚さん、ここは変えなくていいね。ショートで、いや変えなくていいんだね。あ原でいいんだ。原さんですね、
そこはいいね、ファイナルアンサー、ショート高木さんにしようか。いやいや、いいんだいいんだまあいいね、セカンドね、でサードが掛布さん、掛布さんで、でショートが篠塚さん、でレフト若松さん、センター、山本浩二さん、でライトがパチョレック。パチョレックっていうのはパチョレックはちょっとね、いやいや、でも結構な数字残してるからね、そうですね、あの選手は、かなり打たれましたからね。なるほど、面白いね、感性違うんだね。だそれからパチョレックがバッティングさせるとニコッと笑うんですよ、あいつ絶対に。でもさ、初見で打たれたバッターっていうのは、やっぱちょっとカモンっぽくなっちゃうでしょ。なるっすね、やっぱね。そうだよね、やっぱ最初が肝心だよね。阪神行っても打たれましたから。やっぱそうか、なるほどね。はい、ということでこれを守れば、この人たちが守れば30勝できます。30勝できます、ね、贅沢な話でした。